ジャイアンツ2点返しました。5対4、タイガースこれ以上の追い上げを許すわけにはいきません。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれて点差が縮まります。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。ここで1点差まで詰め寄られました。バッターボックスは8番大城。今日はここまで猛打賞を記録しています。いや、ちょっと今日はタイミング合ってしまってますね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。タイガース追い上げられています。小宮山さん、ここは締めていきたいですね。まあ、点はやりましたけど、ここでしっかり抑えたいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。ボールになります。3球目は何で来るか。外、これは外れます。ライトへ持っていった。頭上を越えていった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ライトオーバーのヒット、これで4連打。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。さあ、そしてバッターボックスには坂本が入っています。さあ、得点圏には同点のランナー。このピンチをしのげると大きいですから、気合を入れ直して投球してほしいですね。なるほど、そうですね。低めは外れました。ファウルです。ワンボールツーストライクです。見送ります。低め打った。ショートの左、取った。一塁送球、一塁アウト。これでスリーアウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回ジャイアンツ点差を縮めていきます。5対4、ジャイアンツが1点差まで追い上げました。8回の裏、タイガースの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。高木が3番手としてコールされています。梅野がバッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。タイガース1点リードで迎える8回の攻撃です。点を取られたんで、この回すぐに取り返したいですよね。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。いや、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、高めのストレート、ストライク。ワンボールツーストライクです。打ちました。打ち上げた。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。8番バッター木浪、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。
前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね、期待しましょう。ワンアウトランナーありません。打ちました。取った。アウト、ツーアウト。バッターボックスには代打の上本。赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね、ここはそういった役割が求められる場面だと思いますね。さあ、つないでいけるかどうか。まず何を投げてくるか。初球ストライク。ボールになります。低めのボール入りました。ワンボールツーストライク。インサイド落ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました。ファールボールです。打ちました。ここもファールです。インサイド弾き返した打球は左中間へ。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。この回タイガース三者凡退です。8回終わって5対4、タイガースが1点をリードしています。さあ最終回、しびれる場面での登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。タイガースの守護神藤川、当然1点差を守りきらなければなりません。バッターは楊大寛。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。タイガース1点リードで迎える最終回です。高めいっぱいに決まります。ノーボールツーストライク。低めに外れてボール。打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。バッターボックスには代打の重信。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。初球空振りです。2球目は何で来るか。高めのボール球振っていきました。あっという間に2ストライクです。これが3球目。インコース打ちました。いい当たり。センターに抜ける。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。同点のランナーを出してしまいました。ワンアウトランナー二塁となりました。厳しいコースには行ったんですがうまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。コースも悪くはないんですけど、これはうまく打たれたって感じでしょうね。さあそして打席には丸が入ります。嫌なところで回ってきましたね。さあ一打同点という場面です。この局面を逃げ切れば勝ちなわけですから、強い気持ちで向かっていってほしいですね。なるほど、そうですよね。いいコースでしたけどね。はい、低
めわずかに外れてボール。ナイスボール。アウトコースのストレート、力があります。ストレート打った、ショート取った、一塁アウト、ランナー二塁は変わりません。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあまだピンチが続いているわけですけど、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには4番の岡本が入っています。ファウルボールです。外のボール球打っていった、ここは打ち上げています。最後は外野フライ、掴んでアウト、これで3アウト、試合終了です。一打同点のピンチでしたが見事守りきりました。タイガースが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。緊張感のあるゲーム展開の中で勝ちきれました。やはりチャンスを取りこぼさないで確実に打ち返したことが勝因だったように思います。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のジャイアンツですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事接戦のゲームはのゲームは小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。